この章は来るべきキリストである巫女に関する予言のためにクリスチャンたちにとって一般的に馴染みの深い章です。ヘンデルがメサイアの中にこの章を使ったことで、この特別な箇所は教会にとって一層親しみ深いものになりました。私はいつでもヘンデルの作品が上演されるとワクワクします。特にその名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると歌うところに来るときはなおさらです。イザヤ書7章から12章に書かれているのは、アハズの統治の間にイザヤがした予言です。アハズはイザヤが予言していた期間に統治した中の一人の悪い王でした。イザヤはウジア王の死の時に予言し始めました。ウジアは40年間統治した良い王でした。次の王はウジアの息子のヨタムで、彼もまた良い王でした。次の王はウジアの孫でヨタムの息子であったアハズでした。彼は悪い王であり、その上イカサマ氏でした。アハズの統治の間にイザヤはこれらメシアに関する予言をしました。その時代は国の歴史の中でも暗い期間でした。1から7節には、イスラエルの望みは神様の御子の最初の来臨と再臨の両方のうちにあることが書かれています。イザヤ書9章1節、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。この説の翻訳は確定されていません。実際正反対の意味が提案されています。敬虔な心を持つ人に対しては何の問題もありませんが、両方の翻訳が可能であることを許可された天の目的を明らかにしています。そして海沿いの道、ヨルダンの彼方、異邦人のガリラヤは後になってさらに辛く苦しめられた。他の人々は次のように訳しました。後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。どのようにしてさらに辛く苦しめられたと光栄を受けたの両方の翻訳が支持できるかの理解することは難しいことですが、不可解なのには理由があるのだと思います。最初の翻訳は、神様が確かにアラブ人たちの侵略によって北東の部分の地を比較的軽く苦しめられた近い将来の時に成就したことと、後になって人々がアッシリア人に捕囚に連れて行かれたもっと重い苦しみのことを指しているのでしょう。第二列王記15章29節、イスラエルの王ペカの時代にアッシリアの王ティグラテ ピレセルが来て、イオン、アベル、ベテ、マーカ、ヤノ、アハ、ケデシュ、ハツォル、ギルアデ、ガリラヤ、ナフタリの全土を占領して、その住民をアッシリアへ捕らえ移した。もう一つの翻訳、栄光を受けたは、キリストが最初に来られた時である遠い将来の予言の成就を指しています。主は確かにその地域に成功を受けさせられました。ガリラヤは見下されていた地域でした。なぜなら、異邦人たちがそこに集まっていたからです。主イエスはこの当時の新式取りの宗教的中心地エルサレムは通り抜けられただけでした。イエス様はエルサレムで生まれたわけでも育てられたわけでもありませんでした。ナザレが主のふるさとでした。そしてナザレが主を拒否したとき、主はカペナウムに下っていかれました。カペナウムはガリラヤ湖のほとりの王国の中の見下された地域にありました。ナザレはゼブルンに、イエス様のミリストニーの本部があったカペナウムはナフタリにありました。私が知る限りでは、主イエスはカペナウムから本部を他へ変えられることは決してありませんでした。事実それで主がカペナウムに対してあれほど厳しい裁きを宣告されたのはなぜかがわかります。カペナウムには他の場所には与えられていなかった光へ近づく道があったのです。それらのに彼らは主を拒否したのです。マタイの福音書4章12から16節にはこう書かれています。ヨハネが捕らえられたと聞いてイエスはガリラヤへ立ち退かれた。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ。暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。マタイがはっきりしない説を省かれたことに気づかれるでしょう。そうでなければ私たちはこの箇所の聖霊ご自身の解説が与えられていたことでしょう。私は二重の意味は聖霊が意図されたものであると信じています。どちらも確かに真実です。2節、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。どのように一節が翻訳あるいは解釈されるかに関わらず、見下されたガリラヤの人々が異教と宗教的伝統の暗闇にいたことは明らかです。ガリラヤは旧約聖書と外から来た異教が混じり合った場所の一つです。
主イエスがご自分のミニストリーをその地域で始められた時、人々は確かに偉大な光を見たのです。彼らは世の光である主イエスキリストを見たのです。12節、イエスはまた、ヨハネの福音書8章12節、イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。このことはキリストが最初に来られた時に成就しました。この最初の2つの説は、主が最初に来られた時のことを指していると言って間違いないと思います。でもそれに続く説はどの時代のことでしょう。これから見ていきますが、最初の2つの説はキリストが最初に来られた時のことを指している一方、3節は主の再臨のことを指しているので、2節と3節の間に中断、休止があると特定の重要な聖書解説者たちは信じています。F.C. ジェニングス博士や H.A. アイアンサンド博士がいます。3節、あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの見舞いで喜んだ。あなたはその国民を増やしたが、喜びを増し加えられることはなかった。国民は大いに増え、人々はさらに宗教的になっていましたが、喜びがありませんでした。彼らには宗教は多くありましたが、キリストを持ったことがなかったのです。この時期は大きな宗教的な表示はありましたが、本当の喜びはありませんでした。2節と3節の間の中断はすでに2000年以上になっていました。なぜイザヤはこの時期について何の予言もしなかったのでしょう。なぜならこの休止期間に神様はイザヤには知られていなかった教会を呼び出しておられるからです。ローマ人への手紙16章25から26節でパウロは次のように言っています。私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち世々にわたって長い間隠されていたが、今や表されて永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって信仰の従順に導くためにあらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によってあなた方を固く立たせることができる方。イザヤが私たちの目の前のこの章でしているように、預言者たちは自分たちが見なかったものは略するということをパウロはとてもはっきりさせています。イザヤの時代の人々には、教会に関する何の啓示もありませんでした。でも今日、教会が明らかにされ、休止期間は埋められました。このことが、この章の残りは、イスラエルの国のことを指しており、増やされた国民は、アハズが王であった国民であることを明らかにしています。パウロが奥義は、信仰の従順に導くために、あらゆる国の人々に知らされたと言っていることに注目してください。教会の啓示は違う人々のためなのです。イザヤはただ一つの国、彼自身の国であるイスラエルに対してだけ語っていました。4節、あなたが彼の重荷の首輝きと肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミディアンの日になされたように粉々に砕かれたからだ。いつ重荷が砕かれるのでしょう。重荷はキリストが再び来られる時に砕かれます。なぜ今日イスラエルは平和を楽しむことができないのでしょう。なぜ彼らは全ての国境で悩まされているのでしょう。彼らがこの全てのトラブルに巻き込まれているのは平和をもたらすことをできる唯一の方、彼ら自身のメシアである主イエスキリストを拒否したからです。虐げる者の力は主が再び来られる時まで砕かれることはありません。5節、戦場では全ての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。若いユダヤ人の運動選手たちが数年前のミュンヘンオリンピックで殺されたのは何とも悲しいことでした。彼らはテロリストたちによって殺害されたのです。そして彼らの遺体がイスラエルに送り返された時、彼らの家族と国全体が嘆き悲しみました。この全てのことの背後には何があるのでしょう。イスラエルには自分たちが拒否したメシアがいます。主は平和の君であり、主だけが困難の中にあり、迫害されているこの人々に平和をもたらすことがおできになるのです。これらの説はすぐ目の前の時を超えて将来来るべき大患難時代という先を見ています。さて彼らのメシア来臨の予告を見ます。イザヤ書9章6から7節。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなくダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。これはどのように実現するのでしょう。万軍の主の熱心がこれを成し遂げるのです。これはキリストが最初に来られる時のことを指しているのでしょうか。ほとんどのクリスチャンはそう思っているようです。でも私はこれがキリストの再臨のことを指していると確信しています。生まれるというのは主がイスラエルの国に確かに受け入れられることとしています。イザヤ書53章が主の最初の来臨のことを予言しているように、この箇所は主イエスキリストの再臨の完全な予言なのです。これらの説は3節で出てきた考えを受けてキリストの再臨を待ち望みます。
主の再臨の時にどのようにして一人の緑子が生まれることができるのかという質問が出てきます。まず最初に主は最初に来られた時には私たちのため、つまりイスラエルの民のためにお生まれになったのではなかったことをはっきりと述べておきましょう。彼らは主を受け入れられませんでした。ヨハネの福音書1章11節、この方はご自分の国に来られたのにご自分の民を受け入れなかった。主は最初の時にベツレヘムでお生まれになったのに民に受け入れられませんでした。ただ数人の羊飼いたちだけが主を歓迎しました。主を礼拝するために来た博士たちは外国から来た異教徒たちでした。もし6節を注意深く読むなら、この節も3節、5節、7節も主が最初に来られた時には成就しなかったことがわかるでしょう。キリストがイスラエルの民のためにお生まれになるというのはもっとよく説明することができるでしょう。実際イスラエルは国として一瞬にして生まれるということがイザヤ書最後の章で完全に明らかにされています。イザヤ書66章7から8節。彼女は産みの苦しみをする前に産み、陣痛の起こる前に男の子を産み落とした。誰がこのようなことを聞き、誰がこれらのことを見たか。血は一日の陣痛で生み出されようか。国は一瞬にして生まれようか。ところがシオンは陣痛、大患難時代のことを起こすと同時に子らを産んだのだ。イスラエルは将来男の子として産み落とされるのですが、主の誕生によってではなく、イスラエルの誕生によってそうなるのです。これがキリストが再臨される時のイスラエルの国の新しい誕生となります。イスラエルはキリストの再臨の時に生まれます。子供が生まれること、つまり主の人間性という事実に注目を促すことには何の反対の理由もありません。子供が与えられるのは主の再臨の時に真実となります。この子供は2000年近く前にこの地上におられた同じイエス様だということです。主権はその方にありとありますが、肩は強さを語るものです。この世の主権は主の再臨の時に主の強い肩に置かれるのです。最初に来られた時にはそうではありませんでした。主に与えられている名前に注目してください。不思議、これは形容詞ではありません。主の名前です。詩記13章18節、主の使いは彼に言った。なぜあなたはそれを聞こうとするのか、私の名は不思議という。マタイの福音書11章27節、父の他にはこう知るものがなく、人々は知りませんでしたが、今日もそのことを知りません。主を救い主として信じたけれども、主がどれほど素晴らしいかを本当には知らない人たちがいます。主は二度目に地上に来られるときには、反抗を制され、地上で統治されるのです。主の皆は不思議、あるいは素晴らしいです。助言者、主は人からの助言を決して求められませんでした。そして主は人間のアドバイスを疑われたことも決してありませんでした。神様には助言者はいません。主イエスキリストは一度もご自分の弟子たちを集めて、さてみんな私はどうするべきだと思うかねと言われたことはありませんでした。聖書の中にはそのようなことは書いてありません。主は彼らを集めて言われました。私はこのようにする。なぜならこれが私の父の御心だから。私たちのほとんどはあまり頭が良くありません。私たちは助けを求めて主のところに行くべきなのです。力ある神、主はすべての力が与えられた方なのです。主は万全能の神様です。マタイの福音書28章18節、私には天においても地においても一切の権威が与えられています。主は力ある神なのです。永遠の父。これは単に主がすべてのものの作り主であること、時と時代とそしてすべてのことの遠い先の目的までも作られたことを意味しています。ヨハネの福音書1章3節、すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないのです。平和の君、主が統治されるようになるまでは、この地上には平和はありえません。主のご支配は静止したものではありません。そこには増加と成長があります。イエス様が統治される時には、一日たりとも前の日と同じことはないのです。主はダビデの王座を占められます。ダビデの王座は主が再び来られる時に占められる。文字通りの王座です。主の支配の下では、正義が優勢になります。人間の滑稽な計画ではなく、神様の熱心がこれを成し遂げるのです。さて、この章の残り8から21節は、イザヤの時代の地域的な状況を扱っています。そして一番近い将来に一部が成就します。でも同時に完全で最終的な成就は、大患難時代の時になります。神様は主が再び来られる時まで続けてこの国と全て神様に背を向けた国々を罰せられます。現代の人々はこのことを聞きたくありません。むしろ何か慰めになることを聞きたいのです。あなたの歴史の本を出してきて神様を無視したイスラエルとその他の国々に何が起こったかを見てください。それらの国々は惨めで汚れた歴史を経験しました。そして私はあなたも私も裁きが今にも来ようとしている国に住んでいるのではないかと思います。